はい、どうも川島理沙と申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手はアイラさん。アイラさんのパーティーはテッカゲア、ラティアス、オーロンゲ、ガラルヒヒダルマ、ブルンゲル、ガブリアスと。こいつはね、こちらのキューコンを読んで相手がテッカゲアを出してくると。でそのテッカゲアに対してレジェルキがぶっ刺さると。でレジェルキを出すとガブリアスがきつい、じゃあどうしようっていうことでウオドラゴンかバンギラスなんですけど、かどうすっかなこれ。うわーどうしよう、バンギラスでいいや。はい、キューコンレジエレキバンギラスでいきます。はい、さあ相手初手いきなりテッカゲア出されたらちょっときついですね。はい、アイラさん対戦よろしくお願いします。まったく羽田から今頃電話かかってきました。今9時32分、ヒヒダルマから来る。これは OK、 フレアドライバーでいきなりぶん殴ってくっかな。いきなりフレアドライバーで殴ってきたらちょっときついんですけど、そしたら、バンギで考えましょうね。ここオーロラベールでフレアドライブでいきなりぶん殴ってくるってことはこれスカーフ確定だと。なるほど、はい、スカーフ確定ですね。じゃあバンギラス、ちょっと待って、バンギラス変なの出ちゃったと。フレアドライバー、いやもうここダイマックスしてダイアークオスか。引っ込める、はい、何出す、ガブ、オッケー。まあここはもう ここはダイアークドボーンと OK ですね。どうすっかな。相手ここ何引いてく、引けねえと思うんだよな。ダイアース特防上げときます。ここ普通に地震か、ステロなんだ。じゃあ3引き目で、俺3引き目テッカゲアだと思うんですよね。それかラティ、ラティは出してこないから、それかここヒヒダル、ガラルヒヒダルまで無理やり突破してくるかどうか。ブルンゲル、ブルンゲルって無理じゃね。ここダイアークで鬼火、オッケー、当たらない。これはいいぞ、オッケー。さあラストですよ。最初に引いたヒヒダルマオッケー。ここ相手ダイマックスを切ってくるよね。デーナックルか、そうだ、いや、ここはもう自信でいいでしょう。ここでヒヒダルマに勝つ、あれはない。オッケー、ダイマックス切ってくる。ダイナックルじゃねえ、落とせないと思うんだよ。ここ相手、はっきり言ってダイマックスしての失敗ですね、はっきり言って。ゴリ夢中の、特性が発動しないんで、一回ぶん殴ってからダイマックスでしたね。ダイナックルか、オッケー、オッケー、耐えるんですよね。
で弱点保険で攻撃が、2段階上昇の地震、これで多分倒せんじゃないかな。地震 OK OK まあもうバンギラスは用済みなんで、地震でヒヒダルマどうやっても素早さを上げることはできないんで、あぶねえ。 OK っすね。これでレジエルキでぶっ倒せると、ヒヒダルマよりもはるかに速いレジエルキ、こだわりスカーフを持ってたとしてももうこいつのスピードは抜かせません。10万ボルトでフィニッシュですと。 OK、 いやー見事に決まったな。はい、アイラさん対戦ありがとうございました。いや今回ね、シェイク小宮山さんからね、ちょっといつもワンパターンだからパーティー変えろっていうことでアローラ球根をパーティーに組み込んだんですよ。まあ初手にいきなりガラルヒヒダルマのフレアドライバーで燃やされて退場っていう、本当にシェイク小宮山みたいなやられっぷりだったんですけどね。シェイク小宮山頑張れよ仕事ということでね、アイラさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、大自然が生んだ美味しい天然水、富士山の天然水2リッターを飲みたいと思います。いただきます。あーうまいわ。いやーほんと地域クラウンの風魔かける選手がね、なんでしょう、3月10日ぐらいまで東京に帰ってこれないってことで、本当にねいろんな企画用意してるんですけど取れないんですわ。だからこうやって本当コツコツとアスファルトに潜むって感じで、刻むって感じで、私はコツコツとこのポケモン実況動画を撮ってるんですけど、それを上げることしか私にはできないんですけど、はい。本当ね、チーキークラウンともっともっとコラボしね、私はチーキークラウンの、サブレギュラー、準レギュラーですから、はい。あとは、なんだ、シェイク小宮山さんと、まあ、コラボ。あと、カオスマイスターチャンネルの準レギュラーで月1でこの動画に、乗る、木内さん、キューケッちゃんこと木内さんもね、カオスマイスターチャンネルの準レギュラーという感じになってますんで、はい。それにしても来月から3ヶ月の間ポケモン竜王戦が始まりますね。金糸球伝説のポケモンを1体まで使えるっていうルール、非常にこのルールね面白いんですけど、3ヶ月は長すぎですね。バランスブレイカーがいっぱい出てくるんで。ただ勘違いしてほしくないのは、金糸球伝説は1体まで使えるけど幻の伝説は使えないんだと。幻のポケモン、分かりやすく言うとミュウツーは使えるけどミュウは使えない、ホウオウは使えるけどセレビーは使えない。分かりますか、これハプキとマスターに伝わんねえだろうな。例えばウルトラサンムーンで言ったら、そのソルガレオとかネクロズマは使えるけどマーシャドウは使えないみたいなもんですよ。これわかるかな、わかんねえだろうな。でこのポケモン剣盾も発売して1年以上経ってガンガンいくぜ最後までっていう感じで、これ動画私やってるんですけど、なんと来年、いや今年の11月かちょっとわかんないんですけど、ポケモンダイヤモンドパールがこのスイッチでリメイクするっていうなんか情報を聞きました。これが本当だとしたらめちゃめちゃ熱いですよ。
あの彦猿とかがまた帰ってくるんですよ。豪華猿がブイブイ言わした豪華猿が帰ってくるんですよ。私ドリームボールに入ったあの豪華猿、彦猿、ポケモンのホームの方に預けてますんでね、ダイヤモンドパールがこれ出たらガンガン行くぜ最後までっていう感じでね、本当にね、ナエトルポッチャマ彦猿が早く使いたいですよね、マジで。はい、じゃあね、ここでもう喋るネタが何にもないんで、動画終わりにしたいと思います。はい、バンギラスが、まあ、そこそこ活躍したっていうことでね、多分サムネイルはバンギラスになるんじゃないかなと思ってます。じゃあこの辺で動画を終わりにしたいと思います。明日は代々木の現場ですわ。はい、シェリー少女はもういらない、もうシェリー少女はいらない、行くぞてめえら、レジリエンス大会02、シェイク小宮山頑張れよ。